こんにちは、ホロロです。フェルマーの料理第2話を視聴しました。今回登場した料理は肉じゃがでした。前回のナポリタンは真似できたのですが、今回は適切な温度管理、54度45分が不可欠で、僕の料理の腕では厳しそうです。それにしても美味しそうでした。赤身のお肉ってだけでもそそるのに、そこにじゃがいもの皮と玉ねぎ、出汁を凝縮、たまらないですね。また今回はガクが損益計算書とにらめっこして頭を抱えていました。この損益計算書には多くの情報が詰まっていたので、そこから2024年の経営を取り巻く事情について紐解いてみましょう。ぜひ最後まで見ていってください。目次から飛ばしていただいても構いません。ということで、今回はドラマフェルマーの料理第2話を取り上げます。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。最近のドラマだとトリリオンゲーム、マイホームヒーロー、ポケットに冒険を詰め込んで、時をかけるな恋人たちを取り上げているので、よければご覧ください。ドラマフェルマーの料理の原作、放送情報や配信については前回の動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておくので、今回は端折ります。ではまずはストーリーの振り返りを行っていきましょう。東大進学を蹴り、料理人になるために東京にやってきた学、タイの高級マンションに居候することになります。今まで学生寮に住んでいた学は、そのラグジュアリーな雰囲気に大興奮。ソファーには黒い下着だけをまとった美女が、その死体を横たえていました。慌てふためくウブな学でしたが、美女は動じません。タイは彼女について特に説明することもなく、意味ありげにウィンクをするだけでした。学は父に、東京は刺激が強いですと連絡をし、それを見た父も狼狽。学は記憶にまざまざと焼き付いた美女の下着姿を洗い流そうと必死の形相でシャワーを浴びました。ところで高橋文也くんがゴリゴリのマッチョじゃなくてホッとしたのは僕だけでしょうか。学は数学のみと向き合ってここまで来ているキャラクターですからね。今回は赤松ランヌの着替えにも立ち会うことになり、学は悲鳴を上げていました。かわいい。それにしても社会的地位、高級マンション、遊び相手、ルックス、人々が欲する全てを手にしているように見える会なのですが、これ以上に何を求めているのでしょうか。レストラン K では新人がまかないを作り、スタッフ全員から合格点をもらわなければクビというルールがあります。その期限は1週間。当初は1ヶ月だったのですが、ガクのフェルマーにはなれませんからねという後ろ向きな発言、それを聞いたカイの顔からすっと微笑みが抜け落ち、日が変わったと言います。数学を諦めきった表情のガクに何か思うところがあるようです。1週間はあまりにも短いですが、もうガクにはこの道しか残されていません。しかしガクを待ち受けていたのは想像を絶する戦場のような厨房でした。全員がプロフェッショナル、まだ素人同然のガクは孫つくしかありません。孫6から食材のカットを任されるも、料理に使えるレベルには達していませんでした。いくらガクが料理を因数分解しようとも、技術と数学は別です。最後は邪魔者扱いされ、結局ひたすら食器洗いをさせられていました。まかないを作る暇なんてありません。また誰も学に名前を教えてくれません。ランナからも才能があるって聞いてたけど、それ以前の問題だったみたいねと言われてしまいます。翌日は臨時休業、タイが独断で決めたようです。後に副料理長の布袋克也から急な臨時休業が多いことを指摘されていました。謎多き会、オフの行動はまだベールに包まれたままですが、淡島の家で料理の腕を振るっている時はグッチのパーカーを着ており、私服姿、おそらく休みはそこに出入りをしているのでしょう。臨時休業のその日、ネネが掃除をしていました。ネネさんは K の給仕ですが、カイのマンションで家政婦を務めていることもあります。ガクはネネの何気ない一言からヒントを得ます。みんな疲れている。ところでネネさん、ロボットのように掃除をしていますが、あなたも昼夜問わず働いていてお疲れではないのでしょうか。翌日、ガクにはまかないを作る時間が与えられました。そこで用意したのは、袋の味の象徴ともいえる肉じゃが。疲れている時に一番美味しく感じるのは家庭料理だろうと思いついたのです。しかしまあこれが絶品。初日こそガクのことを存在に扱ったスタッフたちですが、ただの家庭料理じゃない、料理の繊細なテクニックが凝縮されていると掛け値なしに絶賛してくれます。素直に認めてくれたスタッフたちの対応が気持ちよかったです。カイもよくやったとばかりに微笑んでスプーンを口に運びます。ガクは自分が詰め込んだテクニックを全て理解してくれたスタッフに感動。ところが、なぜ肉じゃがなんだと問われ、理由である癒しを説明すると、途端にみんな一様に厳しい顔つきになっていきます。結果は不合格。合格の確信を得ていたガクは愕然とします。癒される料理は求めていない、なぎ倒されるような一品を求めているのだと、副料理長の布袋克也は厳しく激しく告げます。肉じゃがごときで調子のな、どさくさに紛れて貶められる肉じゃがよと切なくなったのですが、しかしその後ガクは混乱しスランプに陥ります。翌日も翌々日も作っても作っても不合格を出されます。何をどうすればよいのか完全に袋小路に陥ったガク、同じく上京して壁にぶつかったアユとお互いの現況を伝え合います。ところでガクには異性の友人を恋愛の対象として見るという思考が欠落しています。どこかデートスポットに連れて行くなどと気の利いたことは考えもしないし思いつきもしない愚鈍な男です。アユはまんざらでもないようなのですが、彼はいつか気づくのでしょうか。アユはお弁当を作ってきていました。そのお弁当の料理には、
彼女たちの地元の特産品甲州味噌がふんだんに使われていました。シェフを生業としていると追求しすぎない家庭料理的な味にホッとできそうですね。あゆは涙を流しながら自作の弁当を食べています。地元を飛び出て都会の荒波に揉まれるって大変なことなのでしょうね。しかしそれを見たガクは気づきました。自分の料理に欠けているもの、あゆの涙が記号や数字に変わり数式が組み立てられていきます。そうだ、僕には数学がある。いい雰囲気になりかけていたのをその一言で台無しにして、ガクは大事そうに弁当を持ち帰りました。家に帰り弁当を一口食べてはノートに数式を書き込んでいきます。そうして徹底的に数学で丸裸にされる弁当、いやたまったもんじゃないですね。5日目、そこには厨房でスタッフの動線に巧みに入り込み合理的なサポートをするガクの姿がありました。注文が入った料理がどのように作られるかを逆算し、その時その場所で何が行われるかを先読みしているのです。やってることはもはや未来予知。スタッフが驚きの表情を浮かべるその傍らで、カイはガクのノートをかすめ取り、びっしりと書き込まれた数式を見てシニカルに笑います。全ては自分の思い通り、表情が語っていました。そして迎えた6日目、ガクの表情には自信がみなぎっていました。その時にはカイが合格のタイムリミットを縮めた理由も理解していました。カイはガクが数学を応用すればまかないの難問を1週間でクリアできるだろうと読んでいたのです。そもそもあらゆる国籍のスタッフがいるのに日本の家庭料理である肉じゃがで勝負しようとしたこと、そして数学を通して向き合わなかったことが間違いでした。ところが今回ガクが作った料理は、ガクが提供したのは牛フィレ肉とジャガイモの魅力を最大限に生かしたピュレ。肉には他の具材の風味をこれ以上にないくらい閉じ込めます。その鍵となる数学的要素は温度と時間。極限まで肉がジューシーに仕上がり、他の具材から出た旨味や出汁が染み込むであろう温度と時間を弾き出したのです。そしてピュレの材料は皮の焦げごとすりつぶしたマッシュポテト。ガクの掲げたテーマがノスタルジーと聞き、まるで成長の兆しがないと呆れていたスタッフ一同でしたが、その肉じゃがの要素を凝縮したワンプレートに衝撃を受けます。思わず母国語で感想を漏らすスタッフたち、おそらく英語と中国語とスペイン語とフランス語、字幕もないので何言ってるか分かりませんでしたが、とにかく絶賛しているのでしょう。おや？しかし結局出来上がったのは肉じゃがの延長にある料理です。肉じゃがは日本の家庭料理だったため、母国が日本ではないスタッフには刺さらないという話ではなかったのでしょうか。違うんです。ガクは日本の肉じゃがのポテンシャルを極限まで高め、世界水準の料理に仕上げたのです。そこに数学の力は不可欠でした。いわば力技のご利用しで納得させたということでしょうか。晴れてスタッフに認められたガク、めいめいが名乗ってガクを仲間として受け入れます。ただ一人マゴロクを除いて、肉じゃがのことは絶賛していましたが、ガクのことを認められないのは対抗心からでしょうか。ネネからは見習いの卒業とされる黒の調理服を渡されました。カイからは数学やっていてよかったなという言葉と頭なでなでをプレゼント。全く裏のない笑顔に見えるのですが、そして場面は変わり、再び淡島邸にカイはいました。カイは自分のことを元脇役と振り返ります。そして渋谷のことを先生と敬称つけて呼びました。淡島はガクのことを現脇役と呼び、シェフとして認められたことを安泰と評します。しかしガクはまだ完全なる合格を決めていません。カイによれば孫六、彼のお墨付きもどうやら必要不可欠なようです。時は流れ2024年、ガクはKの損益計算書を前に頭を抱えていました。1年前、ガクの肉じゃがを絶賛したテーブルで同じスタッフたちがガクの不遜な態度について苦言を呈していました。たった1年の間で一体何が起きたのでしょう。フェルマーの料理2話にして2024年に何が起きているのか見えてきた気がします。ここからは僕なりの考察を語ります。1、オーナーシェフとなったガク。2024年のガクは首に赤いスカーフを巻いています。これはカイがつけていたものと同じものだと推察されます。おそらくこれはオーナーシェフの証なのでしょう。他のスタッフに対する高圧的な態度も頷けます。いや、偉いからあんな態度が認められるというのはおかしな話なんですけれども、つまりこのスカーフはカイから引き継がれたということになるのでしょう。カイがKを去ったことはスタッフの口からも語られていました。それにしても入って1年足らずでオーナーを任されるってどういうこと。2、カイはどこへ？カイは脇役を探していました。そして自分は元脇役だったと語ります。カイが脇役だった頃、主役はおそらく渋谷だったのでしょう。淡島邸で定期的にカイが会っている人物の一人です。もし2024年で同じことが行われているとしたら、ガクは主役となり、主役を卒業したカイに淡島邸で料理を振る舞っているのかもしれません。3、損益計算書から暴かれるKの闇。ガクの表現は K のオーナーシェフに指名されたことに端を発していると思われます。そしてその K の売上は落ち続けています。2024年1月の売上は8320万円、これが右肩下がりになり続けており、11月は4800万円です。いや、十分に利益出てんじゃんと思うんですが、さすがに落ちすぎです。なお人件費は1月から11月までずっと420万円。つまり会は
年が明けた頃にはすでに刑を去っていたことになります。ガクが高校を卒業したのは2023年3月なので、うわー、わずか半年でオーナーシェフを押し付けられています。そりゃ売り上げも落ちるし、すさみますよね。4. K は呪いのレストラン。以上を踏まえると、 K のオーナーシェフになるというのは過度なプレッシャーとの戦いになるということが想像に難くありません。どうもそのプレッシャーの裏には淡島の存在がちらつくように思います。そんな誰もやりたがらないであろうオーナーシェフ、どうしてガクが任されることになったのでしょうか。彼は1話にて最高の脇役を見つけたと発言していました。もともと押し付ける気満々です。しかし副料理長の発言も気になります。自分たちが決めたことだ。彼は K から追放されたのでしょうか。それとも自ら去った後で残ったスタッフで話し合って学にオーナーシェフの座を押し付けたのでしょうか。どちらにせよ闇が深そうです。ところで K を卒業した渋谷と現主役の会ですが、その関係は良好に見えます。少なくとも上辺では職務の異常は双方納得の上で行われているようです。 K は一流シェフ、経営者育成の場として存在している側面もあり、必ずしもオーナーシェフは押し付けられるものではないのかもしれません。そして次の主役候補を見つけるのもその責務の一つ。ジョジョ4部のスタンド、スーパーフライみたいですね。次から次へと誕生する一流のシェフたち。この仕組みをデザインしたのは、合理的と口にし、会に料理を作らせる男、淡島優作に他ならないでしょう。今回はフェルマーの料理第2話の感想考察、ストーリーの振り返りをお送りしました。今回から K のスタッフの皆さんが多く登場するようになり、それぞれの個性が光っていました。特にマゴロクは第2話の随所で目立っていました。僕のライバルとなっていくのでしょうか。そして副料理長の勝也、口は悪いのですが、彼の物差しは料理の腕のみ、料理がうまければ最高の反応をして認めてくれます。いやー、好きだわー、演技濃いわー。さて、僕の個人的な思考は置いといて、次回は本作に対する世間の反応を取り上げるつもりです。チャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回お会いできますように。バイバイ。